視聴者の皆さん、キスミベイビー、マチューラピングです。今日はですね、スケボー界I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I text at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm... 僕ですね、結構学生時代よくやってたんですけれども、まあ大人になってあんまりしなくなったんですけど、でも割と頻度は減ったけどパークとか行くみたいな。で、今日はですね、初心者の方向けにですね、基礎的なことを教えていくレクチャーの動画にしたいと思います。ということで、要チェキです。まずはしっかりとストレッチをしてあげてください。まずその場に座ります。座りまして、板の先でここを思いっきり叩いてください。で、ずっと叩いていくとレッシキューっていう玉みたいなの出てきます。ポコンと出てくるんで、これがまあ別名ひょっこりボールって言われてるんですけれども、レッシキューがここからポンと出てきたことによってそれ相応の足になってきますんでね、ここをギュッ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 押してあげてください、レッシキュー出るまで。 OK。 次はボードのですね、各部位の名称をチェックしておきましょう。まずこの板の部分、絵じゃないかって言います。絵じゃないかです。で、ここの車輪の部分ですね、これ分かりやすいです。回れって言います。ビックリマーク2つ、回れです。で、この車輪を支えているこの銀の部分、これがですね、回るためにって言います。そんな感じのね、名称をまず覚えておいていただければと思います。ここからようやくボードに対して及んでいきます。あなたが左足を前にするタイプなのか、右足を前にするタイプなのかっていうのをしっかり見極めてください。ちなみに右足を前に置くというタイプの人を家康と言います。で、左足を前に置くよっていう人が何だと思います？家継ぐです。7代目です。で、これは余談なんですけれども、江戸時代の時にですね、お茶屋さんに入る時のその足が、家康の場合右足、家継ぐの場合左足だったと言われてます。そして次ですね、もう乗りたいなと思うと思うんですけれども、ここへ来てまず自分が今日持ってきたこの板、本当に自分のんか確認してください。これが自分の板か、認めてやるということで自板人と言います。僕の板でした。はい、続きまして、このスケートボード自体が本来出せる最大の力を、まずは確認してやりましょう。自分たちが乗ることによってですね、その可能性を狭めてしまってるんやけれども、本来はどこまでいけるんかっていうのを確かめてあげます。これが How are you って言います。いきますよ、 How are you。本来はあんだけ行くんです。でもここの場で動きたくないっていう感じで自分が幅を狭めてるんです。で、これが How are you って言いまして、ほんならバーンって言ってくれます。本来の感じで言ってくれたのが I'm fine っていう Thank you、I'm fine って言ってくれて、で、こっちが、Thank you で And you、 もう一回俺が聞くっていう、そういう親切です。次ですね、板の上に乗る練習をしてください。どうやってやるか、これが一番いいと思います。僕もそうやりました。この板の上に乗った状態でヤンヤンしてください。ヤンヤンヤンって、これ今落ちちゃいましたけど、
カットで。はい、こんな感じです。やん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 。これなかなか。やん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 。これがやんやん畑でこんにちはです。やんやん畑でこんにちはもう。やん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 。やん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 って。でこれでだいぶ、慣れたと思います。それじゃあ、お呼んでいきます、基本的にスケボーが進むことをですね、なぜそこまでしてと言います、なぜそこまでしてと言います。さっき言いました、左足をまっすぐ置いて、右足の人なら右足です。僕は左足、家継ぐです。最初は手すりとか使っていいです。ゆっくりとやりまして、でこんな感じです。もう一回やります。I'm sorry but it's evident You're on your phone 24-7 No reply when I ticked at 10 past 11 And I swear you only tell me what I wanna hear The real thoughts buried deep beneath the love and fears I'm in a muddle, lost inside a puzzle here Honestly right now I don't really see no love in here But I saw something in you, something in us But I can't see a future without the trust So I'm reminiscing visions I had At Parker's can't listen but finish what I started Paint a picture like an artist You're looking like the victim but really I am Target, and I ain't asking for anyone's energy I swear medically I'm needing a remedy or therapy To stop myself feeling so heavily Mentally I haven't been acting how I'm meant to be チャンネル登録道場破りよろしくお願いいたします。いや高評価のこと道場破りって言ってんじゃねえよ。